団子もお父さんです。今回はね、今こちらに映っているアフリカウシガエル、アフリカウシガエルのウッシーくんに餌を与えていくんですけど、で、餌やりなんですけど、4日に1回もしくは5日に1回ぐらいですかね、それぐらいのペースで与えてます。与えている餌の種類はデュビア、それから最近はホッパーマウス2匹とか、まあ、前はね、目玉焼きなんかも与えたりしましたけど、それから鶏肉、その辺をね、大体与えるようにしています。で、今回の餌やりなんですけど、今回はね、そんなウッシーくんに人工飼料を与えていきたいと思います。はい。で、今回与える餌はこちらですね。見ての通り、亀の餌。はい。中はね、フィッシュミールとかね、植物性タンパク質とか、まあ、そんな感じですね。はい。当然ね、カエルの餌っていうのも人工飼料で市販されてるんですけど、まあなんか亀の餌に比べて容量の割に値段が高いような、そんな印象を受けましたんで、まあ今回はね、亀の餌で代用したいと思います。では、早速作っていきましょう。よいしょ。まずは適量の餌をね、取り出します。よいしょ。こっちも、まあ、牛結構食べるからね、こんぐらいかな。それを袋に入れます。振ります。そして水を入れます。こんな感じ。1対1ぐらいかな。そして最後に揉んでいきます。揉んでいきます。結構ね、亀の餌は水の吸収が早いんでね、ちょっと待つと簡単にこうやって崩れていきます。ほらー、はい、完成しました。こんな感じ。わあ、なんか毒々しいですね。あんまり水入れて柔らかくしすぎると、牛にね、与えるのが与えにくくなってしまいますんで、まあ、ある程度、団子ができる程度の硬さにしております。はい。では早速、できた餌を牛に与えていきましょう。よっしゃ。美味しく召し上がれ。おお、激しい。見た目もね、そうなんですけど、匂いもね、マジこれ魚のあの餌、アジ釣りとかに使うオキアミって言われてるエビですね。あの匂いそっくりです。っていうか、まあ、亀の餌にオキアミ入ってますよね。なんか、魚の餌の匂いがする。結構強い。いやー、なんか、子供がスパゲッティ食べた時みたいな顔になってますけど。美味しいのかな。でもよく食べてる。よく食べる。散らかすな、散らかすな。はい。というわけで、ほぼほぼ完食いたしました。そして、このありさま。たまにはね、こういう風に栄養バランスの取れた人工飼料をあげるのは、すごいいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ問題はね、めっちゃ散らかりますね、これ。臭いしよう。はい。というわけで今回は、アフリカウシガエルのウッシーに人工飼料を与えてみたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。ああ、部屋の匂いどうにかしなきゃ。